会場にお集めの皆さん、お待たせしました。始まります。司会の井上真と申します。どうぞよろしくお願いします。さあ、いよいよやってまいりました。年に一度の大勝負、キャプテン翼カップ葛飾2023がお送りする南葛 SC VS 明和 SC スペシャルマッチ。さあ、ありがとう。皆さんお期待のね、 U12 の熱戦の後はということでございますけども、今日はね、たくさんのゆかりの地物産店のお店グッズ、そしてですね、外にも協賛スポンサーの皆様の、お店がたくさん出てるので、そちらもお楽しみいただきたいと思います。さあ、皆さんもう我慢できないと思うので、早速いっちゃいましょう。大いに盛り上げてくれますか。ありがとう。いきましょう、レッツゴー。それではご紹介しましょう。キャプテン翼カップ葛飾2023エキシビオンマッチ、まずはご登場いただきます。関東サッカーリーグ一部で戦う葛飾から G リーグを目指すサッカークラブ南葛 SC の登場です。さあ、皆さん一人ずつお呼びしていきます。ぜひ大きな拍手でお呼びします。お願いします。まずはスローボーサーマーデイビッソン。
して内閣指揮を指揮するのは監督森友哉。以上が南葛市のメンバーです。関東一部から J リーグで目指す南葛市のメンバーにもう一度大きな拍手。さあお待たせしました。続きまして南葛市の永遠のライバル対戦します明徳 FC ドリームチームの入場。背番号2番ウィナーズプロワンプライムワンの現役選手たちの活動する7人制サッカー世界一元日本代表ユーチューバー背番号2番ウナちゃん。サッカー対戦中、タレント氏の活躍中、浦和レッズを中心に J リーグで活躍した元サッカー日本代表、スティファン・久保井健介。2022シーズンをもって現役を引退、23年間にわたる日本サッカー界で活躍してきた元サッカー日本代表、3番、駒野雄一。そして元 J リーガー現在42万人を超えるチャンネル登録者を誇る人気 YouTuber4 番那須大輔。さあそして元 J リーガーで現在42万人を抱える声それは那須さんだった。ごめんなさい。本田健介モノマネ系 YouTuber でおなじみウィナー中毒4番牧人。タスマントラスの CRO として活動元サッカー日本代表カタールワールドカップでは解説者として活躍6番中田浩二。そしてジェフユナイテッド一番スパークラブユナイテッドオフィサー双子の佐藤久人と史上初の日本初の代表双子の実況佐藤優斗。そしてサッカー系 YouTuber リズムのメンバーのサッカー選手森保パチンメンサーを治療する7番リズム慶吾。そして背番号9番17年間の現役生活をお疲れ様でした巨人のストライカー9番ジョン・ペーセイ。そして11番元日本代表ジビチャオシムロ元ワールドカップドイツ大会ではサプライズ選出牧誠一郎。背番号17番リズム系の周りで J リーグ川田周りサルケのプレーキングを持つリズム翔平。そして元 J リーガードレッドヘアが特徴的なんかでしゴールキーパー投資中央番小針清光。背番号8番はリゼムのメンバーでオーストラリアでのプレー経験を持つ元サッカー選手リゼムシゲ。続いて18番元サッカー日本代表 FC 東京クラブコミュニケーター石川直弘。背番号23番元サッカー日本代表南葛市では監督選手としても活躍されました福西崇。そして背番号73番音楽とフットボールを超えられた愛するヒップホップ界のレジェンドガク MC。そして背番号87番お笑いといえば南王星のパンナとして活動7人制サッカー世界一元日本代表松下修斗。さあそして背番号618番サンフレッチェ広島エースの出身メンバーで結成されたリズムのメンバー J3 鹿児島ユナイテッドのプレーリズムタカさあ以上が明和 FC 南葛市の最大のライバル登場しました。両チームの選手にもう一度大きな拍手をお願いします。さあそれでは試合の方に早速移っていきたいと思います。
それではまずハーフタイムショーに登場するオープニングを盛り上げていただきましたジュビリーダンススクールより手作りフラワーブーケを葛飾区青木克典区長、そして南葛西市代表取締役キャプテン翼原作者高橋陽一先生、名和ドリームチームの選手の皆様、南葛西市の選手へご贈呈いただきます。よろしくお願いします。これから贈呈していただくブーケは葛飾区のダンスチームジュビリーダンススクールの子どもたちと保護者の皆様が心を込めて作ってくれました。講師は障害者技能オリンピックであるアビリンピックフラワーアレンジメント部門の全国大会出場選手にお願いいたしました。なお使用した花は葛飾区の花、花勝負です。ラッピングには地域の畳屋さんが提供してくれた畳を使用し、葛飾らしいブーケが出来上がりました。さあ、それでは青木区長高橋先生中央に立っていただきました。それではジュビリーダンスクールの皆さん、よろしくお願いします。今青木区長高橋先生にブーケが渡されました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。そして続きまして、明和 FC の皆様へも贈呈がございます。お願いします。心尽くしのフラワーアレンジメントの花がお渡しされています。さあ、明和 FC の皆さんへ贈呈をお願いします。そして南葛 FC の選手たちへも贈呈をお願いいたします。はい、それでは花束贈呈の方を両チームの選手並びに審判団の皆さんにお願いします。はい、ありがとうね。ゆっくりでいいですよ。今ジュビリーのみんなから花束が渡されます。葛飾区の花、花勝負です。子どもたちと保護者の皆様が心を込めて作ってくださいました。エキシビジョンマッチに先立ちまして、心尽くしのお花をお渡しさせるところです。渡していただけるところです。今南葛 FC、明和 FC の皆さんにお花が渡されます。そして審判団の皆様にもお花のプレゼントがあります。はい、大丈夫ですか。はい、お渡しください。それではプレゼントお願いします。はい、ありがとうございます。ジュビリーダンススクールのみんな、ありがとうございました。ハーフタイムに踊ってくれます。ありがとうね。さあ、この試合に先立ちまして、青木区長高橋先生からのこれから始球式を取り行いたいと思います。はい、ダンススクールのみんな、ありがとう。それでは始球式を行いたいと思います。年に一度の大エキシビジョンマッチ、南葛対明和の一戦です。背番号10番、明和のユニフォームは青木葛飾区長、そして南葛の10番はキャプテン翼原作者の高橋陽一先生です。それではご準備ができましたら始球式お願いいたします。ありがとうございます。青木葛飾区長高橋陽一先生、ありがとうございました。皆様、拍手をお願いいたします。それではここで全員で記念撮影を行います。中央の方へお集まりください。非常にため息の出るようなレジェンド軍団、明和 FC、 そして南葛 SC には、去年は明和 FC として参加してくれた稲本純一選手、今年はシーズンを通して去年は戦っていただきました。今野選手も加入してくれています。エキシビジョンマッチに先立ちまして、ただいま記念撮影が行われています。皆様もシャッターチャンス、 YouTube 動画でご覧いただいている方もぜひお楽しみいただきたいと思います。
ありがとうございました。皆さん大きな拍手をよろしくお願いいたします。それでは準備ができたい、早速南葛 VS 明和スペシャルマッチのスタートです。さあ前後半20分ずつのエキシビジョンマッチとなっています。胸が高鳴りを抑え切るまで、さあ子供たち楽しみですか？楽しみです、楽しみです。今日の大会はどうでしたか？ちょっと残念なところありましたけど楽しかったです。君たちは何のチームですか？葛飾選抜です。頑張ったじゃん。でもね、準決勝まで行きました。ありがとう、お疲れ様でした。今日は誰に注目してますか？梅ちゃん。梅ちゃん、リズムが楽しみ。さあ明和 FC が先にピッチに散りました。大いに楽しんでいただきたいと思います。ようこそ明和 FC の皆さん、おいでいただきました。さあリゼムの皆さん、こんにちは。こんにちは。どうですか、この葛飾長電子が相手ですけども、高さん。そうですね、僕ウィナーズでも一回対戦してるんで、ちょっと負けたんで借り返そうかなと思ってます。そういうリベンジの意味も今日はあるところですね。はい、だから勝ちます。わかりました、頑張ってください。ありがとうございます。さあ気合十分のリゼムの高さんでございました。さあ審判などの方も準備が整いましたので、まもなく始めていきたいと思います。さあ盛り上がってまいりましょう。子どもたちも注目しております。さあ南葛の森監督、今日のスターティングメンバー狙いはどんなところでしょうか？いや、もう勝ちに来てますね。勝ちに来ている。はい、勝ちます、勝ちます。で結果をよろしくお願いいたします。そして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さあそれでは、さあバックラインには今野選手の姿を見えています。そして11番は楠上純平、32番は長谷川優です。中瀬氏、さあボール回しが続いておりますが、南葛 FC はアップをこなしています。そうですね、監督からスタメンの説明してもらっていいですか？バックラインから。はい、バックラインはですね、キーパーは伊吉選手です。伊吉選手、キーパー、はい。右サイドバックは龍選手、はい。で、センターバックは梶塚選手と本野選手。で、左サイドバックは下村選手。はい。そしてボランチは、はい、ボランチは関口選手で、それから森永選手で、右サイドが野村選手で、左サイドが上上選手、ツートップで森山選手と長谷川選手。これ勝ちに来たメンバーということでね、間違いないですね。分かりました。もう今日始動なんですよ、チームはね。ああ、そうです、今日初めてみんな、はい、集まりました。ちょっとね、コンディションこれからということですけども、ここは一つ1勝目お願いします。さあ中瀬 FC のメンバー、ウォーミングアップを続けております。さあそして明和の皆さんに伺いましょう。あれちょっと先生、明和、あれちょっと待ってですよ、本田圭佑選手いらっしゃってますよね。あれ本田圭佑選手ですか？皆さんアベマ聞いてくれてありがとうございました。見てました、すごく見てました。あれは今日って試合時間何分ですか？今日は前後半20分ずつになってます。はい、何分言ってないです、20分つって20分言いたいだけで。マキーカさんです、お願いいたします。いやもうね、キレが増してますよね。プレーのキレもすごいんでよろしくお願いしますね。そんなことないですけど、今日の目標どんなところでしょう？まあ、オンゴールしないように気をつけたいなというふうに思ってます。急にキャラ入りますからね、気をつけてください。はい、さあそれでは準備が整いました。おいおいね、皆様に聞いていきましょう。それではキックオフの準備ができましたら始めていただきたいと思います。さあこれスタメンは、明和はどなたが決められたんですか？監督的な立場は誰ですか？奈緒さん、こんにちは、明けましておめでとうございます。奈緒さん、これスタメンの狙いは？ス
タメンはどうなんですかね。誰が決めた、それぞれ話し合いで。もう完全福西さんです。福西さんはどうだったんですか。当ててる。これは俺を出せと。そうですね、でも前半だけなんで福さんも当ててるんですね、はい、先にリードしていただいて後半年に一度の大勝負ですから、ぜひちょっと盛り上げていただきたいと思います。奈緒さんのサイトの切り裂きもね、楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ準備が整い次第いきましょう。中弟子トップチーム関東一部で J リーグ入りに向けて戦っています。対するはレジェンド軍団、インフルエンサー軍団でもあります明和 FC の一戦。それでは準備できたらお願いします。キックオフ。今ゲームが始まりました。南下絶し、まずはバックライン今野から左の下平匠です。前にパスが回る。ここに塚見純平、背番号は10番です。ポストプレーは長谷川優衣、左サイド下平から中央に入り、いきなりのチャンスになった。胸トラップから打てるか。ここで梅ちゃんがディフェンス。いきなり激しい展開になっています。エキシビジョンマッチ。中央に入るエリア内、さあ南下が押し込むが、左サイド逃れて梅ちゃんです。ボールを回しながら前に高く大きなボールが入る。前線はチョン・テセ選手が入っていますね。明和 FC 落ち着いて今野からくすかみ、日本を代表するカルチョがボールを回します。後ろから右サイド落ち着いていますが、ここまで試合をご覧になって本田圭佑さん、いかがでしょうか。まあ、そうですね、なんかいい試合なんですけど、俺がラインズマンやろうか言ってましたね。ワールドカップ抜けてないんですね、ワールドカップの感じがまだね。お願いいたします。さあ駒野選手からチョン・テセ選手です。非常に豪華なパス交換。ちょっとでも選手みんなガチじゃないですか、これどうなんでしょうね。こんにちは。じゃあどうですか、今日はガチで臨んでいく感じですか。あ、そうですね、まあ、僕ももちろん ガチなんですけど、南葛氏さんも三鷹に本気でやってくれてるんで、まあ、これはかなりいい試合になるんじゃないかなと。ほら見ました、入りますね。おっとファールになりました。からうちの監督に福西さんが削られていますか。牧さん、いかがですか今のプレーは。まあ、はい、肘打ちは気をつけた方がいいですね。怪我だけないようにお願いします。さあ非常に激しい展開になってきました。ボールが回る。先線つけていこうというところを奪ったのは明和 FC です。サイドを奪います。中弟子ボール、中央ボランチの位置から引き取り、さあ剥がしてというところです。つかみがボールを持って、明和ベンチから順平うまいという声が飛んでいます。中央から関口、右サイド展開します。ボールを持って選手点はどちらに入るか。ちょっと思った以上のバチバチ感ですけどもね、いかがですか高さん。そうですね、僕楠上純平選手にちょっと注目したいなと思ってます。ちょっと盗んでいこうみたいなところもありますか。プレースタイル結構似てるんで。どこがよ。そのあたりも注目していきましょう。さあ非常に静まり返った盛り上がった展開になっておりますけれども、ね、もうガチでね行っているという感じになってますけれども、さあ中田氏が静かにボールを回しています。さあ下平です。左サイドから前に出していこうというところ、駒野が体を入れていきました。さあ小針さんという声が飛んでいますけれども、さあここまで見ていかがですか。自己紹介お願いします。
今大会唯一芸人させていただいております、パナと申します。すみません、吉本です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。パナさん、パナさんも大人気ということで、この後出てくれるんですね。そうですね。あと家に一緒に住んでるのがEXITの兼近と一緒に同期で住んでるんですけど、あいつ料理も作れないし、お風呂沸かすのもなんかグーグー言うんで、ちょっと早く帰ったらなっていう気持ちがあって、はい、しっかり仕事してね、ここで手取って帰っていただきたいと思います。はい、バナさんよろしくお願いします。さあ、那須大輔だ。おっと、坪井さんのクリアが那須さんの胸にそこを奪ってチャンスになります。さすが雄大、高いボール中央だ、跳ね返します。メイン FC 奪いました。チョンテセ、ここまで下がってのカットです。駒野から前、学 MC、 おっと見事なボールさばき、サイドを変えます。うわ、後ろで見ちゃった、感動。いいパスが入りましたが、さあ今度から下平、中央で長谷川優が落ちてきます。ここにくつかみ追い越していく下平、中で長谷川、エリア内だ。さあチャンスになる、坪井もついているが中央だ。いいカットが入りました。ナイスディフェンス、直さんいかが。いや、いいカバーでしたね。もうみんなで助け合わないと勝てないですから。さあ、バンバン行きたいと思います。南下前進のチャンスが続いています。左サイド、パスを一つ落として、梅ちゃんです。左サイド、梅ちゃん、南下ボールになりました。キーパーから一気に前にというところ、ボールが収まりません。今度は明和ボールになる、中央です。さあ、コマノに分かった、見事なパス、通りまちょんてさヘディング、枠に行っていました。さあ、中自身、岡田さん、ちょっと今日の出場はどうなんですか。9番の岡田さん、今日は、3-0 ぐらいで勝ちますね。岡田さんの出場はこの後あるということですか。今日まだ取ってあります。取ってる。ちょっとね、負けてたらあるかもしれないです。取りにもあるかもしれないということですね。森さんがこっち見てたんで、はい、お願いいたします。監督と目が合ったということでアピールしてください。岡田翔平選手、今シーズンも一つ何月昇格のためによろしくお願いします。お願いします。ありがとう。あっと、チャンスになる、佐々木雄太選手です。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今シーズンどうですか。今日始動ということですよ、なんかですし。いや、みんないい感じでお正月楽しんでたなっていう表情で、はい、ここから仕上げていくってところですもんね。そうですね、これからもう上に行くだけなんで、僕らいい形で、今日勝利していいシーズン迎えられたらなと思います。ありがとうございます。昇格に向けて期待してますね。この後プレーは今日は秘密兵器として、はい、ここに座らせていただきます。わーっと、チャンスになりました。押し込めるか。明和の猛攻が続いています。ありがとうございました。してます。明和が押し込んでいます。いろいろ考えてるから、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。さあ、サイドからボールを持って明和が持ち上がります。駒野のサイドチェンジ、見事な技です。世界の駒野、パスが通りました。これはタッチ惜しくもありましたが、明和の猛攻は技を見せてくれます。中津が攻め込んでいきます。長谷川優、中央からドリブルで入っていきます。うっと、激しい当たりになりました。ホイッスルです。南葛のフリーキックに変わります。これは大きなチャンスになりそうだ。さあ、関口、国光、シーズン中も見事なフリーキックを去年は、昨シーズンは叩き込んでいます。得意の距離から
南葛のキッカーは関口、明和のキーパーは小針です。国光対清光です。中央です、当たりました、キーパー弾いた、ダイレクトでクリア、観客席沸きます。那須大輔遠くを見ています。長いボールがチョンテセに渡るか、激しい接触になりました、笛が鳴って南葛ボールです。いや激しいですね、森監督ここまでいかがでしょうか。狙い通りです。狙い通り、そうなんです、わっはっはって言ってますけどね、楽しそうにありがとうございます。ここまでは狙い通りだという南葛。中央から関口、ボールを持って上がります。福上、サイドを変えて進んでいこうというところ、攻め込んでいます南葛。ボールをキープします。レジェンドチーム明和 FC、 前方チョンテセとタッチ終わったところで、さあ本田選手、ここまで見ていかがですか。そうですね、ここって埼玉スタジアムですか。違います、違います、葛飾書いてあるでしょ、奥戸総合スポーツセンターって書いてあるでしょ。あんま読めないですね。ありがとうございます、5分に1回お願いします。ありがとうございます。これでもリゼロの皆さんは普段ね、もう体バンバン動かしてるからね、もう90分とか動けるわけですよね。いやもうほんま動けないです。だあの20分なんで、あの全力で出し切りたいなと思ってますか。で後半ご登場いただけるってことですね。ありました、しげさんいかがですか。いや、しょうがないです。はい、いやまあ20分しか多分出ないんで、しっかりそこで結果残せるように頑張ります。ありがとうございます、しょうがさん、いかがですか。あの20、あーチャンスになる、シュート、小針が弾きました。さあチャンスが続きます、タッチ終わりました、すいません。あの20分は慣れてるんですよ、ウィナーズの試合でね、20分なんで、慣れてるんで、今日も後半からガンガンいきます。その辺の使い切り方が慣れてるということですね。はい、分バッチリなんで。分かりました、後半リゼム勢はね、後半にパッとこう力使って、ありがとうございます、お願いいたします。ボールを持って上がっていきます。さあ左サイド下平、駒野とのマッチアップになります。パス交換からダイレクト、中央で関口がいた、ダイレクトで前にというところでしたが、少し合いません、これ福西が詰めていました。さあここでメンバーチェンジです。おっとゴールキーパーが変わりますね、南葛ゴールキーパーが変わります。これ森監督その意図は、3人いるからです。3人いるから全部出そうってことですね。さあゴールキーパー変わりました。ゴールキーパーに入った選手は中林選手。中林選手、これ新加入の選手ですよね。ということは南葛 FC 加入初登場ということになります。いきなり実戦投入。はい、そうです。常にニヤニヤしてます森監督、ありがとうございます。中林選手、どんなゴールキーパーなんでしょうか。ご期待ください。サイドからボールを回していきます。明和 FC。さあということでね、セレッソのみんなお疲れ様でした。ありがとうございました。どうですか、エキシビジョンマッチ楽しんでますか。はい。どの選手が注目ですか。マキヒカス、マキマキヒカさんね、ナスさんという声が響いてますけどね。さあ君たちはどこのチームでしたか。清水 FC。 静岡清水から来てくれましたね。今までのプレーで勉強になったプレーありましたか。どの辺でしょう。全部。清水以外は静かになっちゃうのかな、みんなね。みんながあの
どのあたりを学んで帰りたいですか。どうもありがとう。さあ、みんなどのチームですか。岡ジュニアーズ日本支部の皆さんね、頑張りましたね、最後までね。ということで今日楽しかったですか。今日のエキシビオマッチ、誰を注目してますか。この後出てきますんでね、ありがとうございます。バイクちょうだいという声が飛んでますけれども、さあ中央に入ります。南葛の攻撃、エリア内に再三攻め込んでいますがクリアしました。前線につながります。チョンテセが左に開いていますが見事にカット、南葛 EC です。さあ今度中央です。左サイド下平、さあ南葛得意の攻撃パターンです。左サイド下平から始まる攻撃、左に流れています森山、中に入っていきます。エリア内入れるか、敬語激しくチェックをしていきます。梅ちゃんが行く。さあシュート、ビッグマン長谷川優の左足、うなりを上げて飛んでいきましたけれども、さあここで伺いましょう。本田圭佑さん、いかがですか。ちょまだ泣くの早いて。誰も泣いてませんって、大丈夫ですよ。はい、ちょっと活躍早すぎてちょっと分かんなかったです。あれかなと思いましたけど、ありがとうございます。ありがとうございます。2回お願いします。さあ左サイドです。中央勝負に行こう。見事にナスダイスケ、その力リオドット、そして前に通っていきます。さあシュートに行けるか、戻っていた見事なディフェンス。中林がボールを回していきます。学 MC がうなりを上げて走っていきましたが、もう一歩及ばずというチャンスがありました。しかし惜しかったチャンスです。左サイド梅ちゃんから中央です。敬語から一つ戻して、ここに坪井です。那須、さあ遠くを見ます。右に開いている駒野、逆サイドも見ながら中央、佐藤優斗です。激しいぶつかり合い、そして関口がサイドを変えていく。中央を見ています。クロスが入るか、中央に長谷川優、タッチを割っていきました。何ですか、何ですか。あと試合時間何分ですか。あとね、3分ぐらいですね、前半。7分もう話できないです、あなたと。あなたと話ができないです、もう。ありがとうございます。前半まもなく終了ですので。おっと、さあ、中央から下平、中クロス、得意のクロスを伺っています。クロスが入る、高く上がった。おっと、メイ FC が後半に向けて、おっとヘディング枠にいっているか、中央頭で捉えていきましたが枠もう少しのところでした。さあ明和のイレブンアップを返しました。リセム組が動き出しています。沸き立つ子供たち、お元気ですか。元気です。みんなはどこのチームでどこから来たんですか。話ができない君たちとは、ね、ありがとう。バルセロナ、葛飾、はい、大会頑張りましたね。どうでしたか結果は。7分次言ったら原稿しようかな。ありがとうございます。サッカーのどんなとこが好きですか。7分それ伸び伸び伸びていってください。ありがとうしっかり質問には答えよう。あなたにお返しますよ。あなたにお返しますよ。ありがとうございます。楽しんでね。ありがとうございます。さあ中津の攻撃再びです。左サイドから展開、さあ中央森山上がっています。ボールをよこせとばかりに上がっている。そして長谷川優一つ戻して、下平匠から中央です。関口の長いパスが出た。さあ長谷川優、駒野も寄せている。中央一つ戻して中に入れます。下平内に絞っています。駒野入れ替わろうというところ、スイッチはしません。シュートに行けるか、長谷川優です。那須のブロック。
非常にガチ感があふれています。エキシビションマッチ、まだ無得点。エキシビションマッチ中央です。さあエリア内、えぐった、打てるか、南葛のシュート、決まって、オフサイドはない、ゴール。先取点は南葛 SC、 ゴールを決めたのは南葛 SC です。選手点は南葛に入りました。さあ森監督に伺いましょう、いかがですか。狙い通り決めたのは森山選手、18番が見事なゴールを決めてくれました。高木コーチ、いかがですか。狙い通りです決め打ちできています、南葛コーチ陣です。ありがとうございます。さあ高橋先生、ちょっとよろしいですか。いかがですか高橋先生、ここまでのゲームは。狙い通りです。狙い通りと高橋先生の差し書きにもあったというこの前半の展開。さあ目は、さあリゼムの慶吾選手から駒野、福西、駒野です。以前は南葛SCでもプレー、監督も経験しました。福西中央に入っていきますが、ニューカマー中林選手、中央でボールを回しています。おっと、こんなところで稲本さんがアップしている。失礼します、稲本さん、今どんなお気持ちですか。いや、緊張してます。緊張とかするんですか稲本さん。もう今入念でアップされてますけども、やる気満々っていうことでいいですか。そうですね、まあ、このメンツならいけますね。レジェンド軍団同世代のね、ライバルもたくさんいますけども、どんなプレーを見せたい。いや、まあ、現役らしいプレーを見せられたな。はい、そこは違いますもんね。バリバリ後半期待してます稲本選手。ありがとうございます。ちょっとニヤニヤしてるのが気になるんですけどもね、稲本選手、頑張っていただきたいと思います。さあここで前半終了です。大きな拍手をお願いします。さあレジェンド軍団、明和 FC に対しまして前半1点をリードで折り返しました南葛 SC です。今ベンチに戻ってきます。さあこの選手に伺いましょう。前半お疲れ様でした。マイクがあるとはいえ声小さすぎます。マイク入ってますけど入ってます。マイク入ってるとは思えないぐらいの声量です。マイク入ってますよ。マイク入ってます。いかがでしたプレーは。やっぱレジェンドうまいっすね。よしよし、やっぱうまいなと思います。ライバルも多いですけども、まあ現役ですから、ここはねしっかり見せていただきたいと思います。後半は出ますか。出ません。ここで終了ということでメッセージお願いします。今シーズン、コンディション上げて頑張ります。本野選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ、くずかみ選手にも聞いちゃいましょう。くずかみ選手、お疲れ様でした。お疲れ様です。販売頑張りすぎて、頑張ってください。グッズ販売をね、すごく頑張ってくれました。はい、わかりました。さあ皆さん、ハーフタイムは10分です。10分後にまた再開してまいりますということで、ハーフタイムショーも用意しておりますので、そちらも、お楽しみにしてください。10分が再開で、また後半の20分ご覧いただきます。さあ明和 FC の皆様にも聞いてみましょう。1点ビハインドということになりました。慶吾さん、リゼムの慶吾さん、お疲れ様でした。ね、お疲れ様でした。じゃああっち向いて、ね、お疲れ様でした。ようこそ葛飾へ。きつすぎです。もうハーハーですけどもね。いやでも精力的に、守備にも攻撃にも。そうですね、ちょっと1回決定機あったんで、ちょっとそこでしっかり、はい、やりたかったです。相手のカトリック中津選手、いかがですか。いや、やっぱパス回しが上手いんで疲れます本当に。はい、食らいついていきましたけど、盛り上げてくれました。後半は、最初出るんで、ちょっと逆転できるように頑張りたいと思います。はい、ワールドカップもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。よろしくお伝えください。はい、ありがとうございます。慶吾さんでした。お疲れ様でございます。後半もちょっと出ます。あ、那須さん。いや、那須さん、キレキレのとこいっぱいありましたよね。やってたんですか、サッカー。キレぐらいです。キレまでいくらい。すでにやっぱ動いてる方のね、動きでしたもんね。いやでもミスするとこは僕っぽいですけど、あれはちょっともう、あまり良くなかった。この辺やっぱ謙虚にやってられるということでね、自分に点数つけるとしたら前半何点。10点。はい、100点満点で、はい、トイック残り90点。後半もじゃあもちろん、もちろん、はい、ちょっとギア入れていこうと。頑張ってください。ラスさんでございました。ありがとうございました。
反対ましょう。はい、さあそれではここでハーフタイムショーをご覧いただきましょう。始まる前にね、花束の贈呈もいただきました。ジュビリーダンスクルーのみんなでーす。ありがとうございました。ジュビリーダンスクルーのみんなありがとう。大きな拍手をお願いいたします。さあということで、南葛祭名はレジェンドマッチ、この後は後半のスタートです。今しばらくお待ちください。
お疲れ様でした。さあ近くにね、今日盛り上がってますね、非常にね、奥戸がね、はい、この近くに住んでますか。はい、どんどんサッカーがね、葛飾盛り上がってますよね。はい、楽しいでしょ。楽しいですよ。サッカー好きですか。大好きです。ご飯は好きですか。好きです。今何食べたいですか。ラーメン。ありがとうございますね。今何食べたいですか。ご飯です。ありがとうございます、ね、真摯な答えをいただきました。ありがとうございます。そうだ、今日はね、南葛市の応援で姉子が来てくれてます。姉子始めてください。姉子ありがとうございます。原作にも登場するね、南葛市の姉子でございますけど、前半いかがでしたか。姉子、翼くん。翼くんいませんよ今ね。中村翼選手はいますけどね。姉子ね、姉子は普段は何してるんですか。翼くんを翼くんを追い続けてるということで、姉子の応援も得て1点リードですか。はい、はい、もう盛り上げていきましょう。姉子一言お願いします。翼くん。翼くんいませんよ、中村選手はいるけどね。ありがとうございます。中村選手ありがとう。姉子の応援もありまして、さあ後半の準備が進んでおります。後半に向けて明和ベンチにお邪魔しております。さあ後半のメンバーどうなるんでしょうか。リーダー福西さんが戻ってきてますけど、汗だくです。お疲れ様でした。全然汗かいてないですけど、めちゃめちゃドロドロですけどもね。いや、いいプレー、キレキレでしたね。いや、キレはないんですけど、イメージはめちゃくちゃあるんですよ。もうイメージは僕たちが 2-0 で勝ってます。一戦でちょっとビハインドな状況ですけども、イメージは大事ですもんね。大事です。後半はどんなメンバーを送り出すという、ね、ちょっと YouTuber を多めに。そうですね、子供たちも楽しんでもらえるかなというのと、あとその YouTuber たちちゃんと練習してるんで、はい、そうですよね。してないんですか、福西さんは。よく練習はね、めちゃくちゃしてますよ。ああしてこんなメンバーが後半にね、スタンバイしてます、カメラさん。さあ、何ですか、何ですか、7分一本やりで行くのやめてもらっていいですか。ありがとうございます、ね、後半に向けて、あ、小林さんもいいセーブがいっぱいありましたけどもね。いやいや、もう入れられちゃってるんでね、後半。はい、そっくりしたいですか。お願いします。さあ後半に向けて、佐藤優斗さん、佐藤優斗さんお願いします。優斗さんお疲れ様です。葛飾にようこそ。はい、後半いかがですか。いや、もう到底追いついてまずいですね、悔しいんで、はい、これやっぱ盛り上げるためにガチで追いついていただきたいっていうのがありますんで、まあ本当に動けるメンバーがいるんで楽しみですね、はい、いいパス供給していただきたいと思います。はい、佐藤優斗さんお願いいたします。さあ間もなく後半のキックオフです。入念に最後までエンジンを組むのは南葛 SC です。そしてリーダー福西さんもベンチに帰ってきました。夏坊さん、お疲れ様でございました。お話よろしいですか。はい、お疲れ様でした。いかがでしたか。いや、疲れましたね。現役選手のキレはやっぱいいですね。すごいですね。20分間でしたけれども、もう疲れそんなにないんじゃないですか。まあ、まだいけます。まだいけたっていう。まだいけるけど、監督が下がれっていう。そういうことなんです。監督がもう、カメラ来てない時の顔がもう寝ちゃいそうですけどもね。クリスさん、その辺は。あのね、坪井がね、違うテレビでね、ちょっと疲れちゃってるんですよ、走ってるから。いろいろ見てますよ、坪井さん。はい、アスファルト10キロ走ったらちょっと膝痛くなっちゃって活躍しすぎてそちらに忙しさでね。はい、ありがとうございます。中田小西さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。いかがでしたか、プレー。いやいや、疲れましたね。普段でも結構動いたりっていうのはあるんですか。最近は、最近だからカタール行ってたんでね。ですよね。お疲れ様でした。そうだ、見てました。動いてなかったです。ゆっくり鳴らしていってください。今日プレー盛り上げていただいてありがとうございます。この後もお願いいたします。そしてさあ、まもなくキックオフです。さあ今度は陣地変わりまして、明和 FC のキックオフ、右から左に攻めていきますのが明和 FC です。後半のキックオフです。皆さん大きな拍手をお願いします。さあ後半が始まりました。
ゴールキーパー名は FC です。牧彦がセンターバックに入っています。リゼムの重、そして佐藤優斗から前につけていこうというところです。右サイド、さあここを得意とする石川直のサイドチェンジ、待つのはリゼムの慶吾です。足元に収まりました。さあ得点がありました。森山が前線から詰めていきますが、リゼムの重から牧彦、中央です。小針にボールが回る。一つ降りてきて佐藤優斗、牧彦、そして慶吾が遠くで呼んでいますが、牧彦ドリブルから右サイドを選択。後半も引き続き那須大輔右サイドに入っています。なんかも厳しいチェック、じりじりと交代しますが、ボールをキープの明和 FC です。さあ石川直カットインからボールを運んでいきます。往年のドリブルの姿、涙もろです。左サイド、さあ慶吾です。マッチアップから中に切り込んで、石川直ダイレクト中央です。中津、浜城から左、三原です。中央相澤、そしてデイビッソン、浜城デイビッソンです。中央には8番稲本純一入っています。ボランチの位置、ゆっくりボールを回しながら、リゼムの高もしっかりとコースを塞いでいっています。そして牧誠一郎を追いかけています。非常に豪華なメンバー。稲本のサイドチェンジ、駒野がついているが森山とのマッチアップになります。ここに慶吾詰めている、奪えるか、んと前を振った、ボールをつなぐ明和 FC です。翔平から高、リゼムの3人でボールが通った。逆サイドを見ている、中央、これはなんかデイビッソンです。相澤、非常に後半激しくなってきました。スコアは1対0、リードはなんか FC です。相澤、中央から森山一つ絡めて、ここに玉城です。ダイレクトのパスがつながる。リゼムの高、佐藤優斗かわすように左サイド、大きな展開、中を見ます。中央、さあパスが入る。非常にガチンコ感を感じる展開が続いています。中津ボールキープ、なかなかボールが切れません。ここに稲本、中央でフェリアナに入る、シュートチャンスになるかというところですが、さあカウンターに行けるか明和です。ここで奪った、中央、重です。牧彦、打って変わって真剣な表情の牧彦、佐藤優斗からパスがつながっています。非常に好ゲームになっています。さあ学園 MC さん、お疲れ様でした。さあここまでの試合、ご自身のプレーも含めていかがでしたか。今日ね、たくさんのお客さん入ってくださってるんでね、いいとこ見せようとね、ちょっと気負っちゃいましてね。でも惜しいとこありましたよね。はい、まあちょっと分かんないですけど、もう一回チャンスがあったらですね、ちょっと爪痕を残せるように。でも今ピッチサイドで一生懸命声出してチーム盛り上げていきたいと思います。お願いいたします。走れますよね。でもまだまだね。いやー、もうちょっと走ります。頑張ります。お願いします。ありがとうございます。カップ MC さん、さあ高が飛び出した左サイドです。さあちょっと待ってください。明和ベンチに日向小四郎現れました。ちょっと待ってください。これはおそらく田中君ですね。日向小四郎ならぬ日向小四郎が現れましたか。日向って呼ばれてます。さあ皆様、おなじみの方も多いのでしょうか。明らかに背番号が手作り、カメラさんが付き合っています。アップをしています、日向小四郎。これは福西さん、話しかけていいもんなんですか。話しかけてキャラは崩れないタイプの。ライジシュート持っていくから。わかりました。ちょっと待ってください。ちょっとアップ中すいません。日向小四郎さんでよろしいですか。ちょっとすいません、お話聞かせてもらっていいですか。どなたですか。日向小四郎の弟の日向小四郎です。ちょっとボール来たんで、ちょっと避けてください。ありがとうございます。日向小四郎の弟って設定なんですね。
ちょっと高橋先生に聞いたことないんですけども、高橋先生が今後書いてくださるかと。ピクリともこちらを見ませんけど、高橋先生が。ありがとうございます。この後じゃあ出場するってことでいいんですね。そうですね、謎の選手ですよ、期待してます。さあボールがタッチを割りました。さあ日向小次郎が入るんですか。日向小次郎行け。福西監督の手によって今日向小次郎が、さあ圭吾さんに代わって入りました。リズムの圭吾さん、お疲れ様でした。そして梅ちゃんも入りました。さあその実力は未知数。背番号はビニールテープで勝手に10番、日向小次郎、フォワードの位置か。中央に入っていますが非常に身長が小さいです。日向、古田、この投入の意図と特徴を教えてください、彼の。いや負けてるんでね、やっぱもうシュート打ってくれるでしょうけど、これ地面大丈夫かな。そんな地面心配って困りますよ、人工芝、これ芝削らないでください。ちょっと点決めてもらわなきゃいけないんですけど、ボール触んないんだよね。来週シュートがあると聞いてますけども、ね、ちょっと期待しましょう。追ってますよ。髪の毛が邪魔そうなんですけどね。さあ、なんかシュート決まった。左足を振り切っていきました。素晴らしいシュート。さあそしてキーパー2人目の1番が入ってきました。あれ1番が2人いますね。さあキーパー変わりました。森監督、今導入したのは3人いるから。お名前は。あ、今富山選手。富山選手が入ります。富山選手も新加入のキーパーということです。はい、今シーズンは2人の新加入キーパーが昇格に向かって入ってきました。中林選手に代わって富山選手にキーパー変わっています。さあその富山です。まだ背番号は多分決まってないんでしょうね。2人とも1番をね取り合ってる状態ということなんでしょうか。さあボールが回ります。相澤、そして日向小次郎がその名の通り眩しそうにしています。日向小次郎いろいろ定まってません。行けと行けと言われてます、福西さんに。さあ日向小次郎、危ない、ちょっと危ない、シーズン前ですよ小次郎。デビスさん大丈夫か、笑っています。デビスさん OK、 注意を受けています。小次郎ってああいうプレースタイルなんですか。ちょっと困ります、シーズン。ヒューガ、ヒューガ激しいプレーが、ヒューガの身特徴ない。これからシーズンの怪我は困りますよ。怪我はさせないようにします。ありがとう。それは重々言っております。デビスさんも笑っております。大丈夫です。日向小次郎の激しいプレーがありました。日向削れという声がちびっこから飛んでいます。教育上良くないプレーをねご覧いただいちゃったのかもしれません。さあ1点リードの南葛、攻め込んでいきます。左サイドから中央一つ下げて大きく戻していきます。ここに三原、クロスが入る。さあ押せられるか、ヘディング、こぼれ、こぼれている、シュート決まった、豪快に決めました。川本ゴール、決まりました。南葛2点目です。2対0、川本明人のゴール。そしてここで森監督再び動きます。2人の選手を投入。さあご紹介ください監督。梶塚選手と龍選手。はい、梶塚、龍が入ります。森山選手お疲れ様でした。さあ得点もありました、お疲れ様でした。ありがとうございます。ナイスゴールでした。ありがとうございます。いかがでしたか。やっぱ幸先よく点取れたのでよかったなと思います。今シーズンの抱負を教えてください。絶対、関東一部じゃねえや JFL 昇格します。よろしくお願いします。力強い昇格宣言いただきました。さあ2対0、お疲れ様でした。いかがでしたか。楽しかったです。ありがとうございます。さあ再びキックオフ、2点のビハインドになりました明愛 FC です。
さあここはガチで取り返していきたいというところでしょう。巻きひかからしげです。左サイド駒野、なかなかそうですね、今ちょっとベンチの方でも小次郎までなかなかボールがいかないというちょっとビハインドになっちゃいました。2点福西さん、いつかこれちょっと行かなきゃいけないですね。福西さんがってことですよね。それはないですね。小次郎だ、さあ行け小次郎、さあ小次郎内重シュートが出るか、石川直を経由してデビッソンがそれを阻むのか、さあ小次郎が追っている、小次郎、小次郎が翻弄されている、小次郎、なかなか小次郎の内重シュート、ちょっとスペースがないと打てないってことなんですかね。ですね、うん、ただねトップに入れちゃうとねスペースがなさすぎて生きないですね。組み立てにも参加している小次郎、さあ慶吾さん結構リゼム勢でねパスが回ったところはさすがだなと思いましたけどね。そうですね、でも高がちょっと収められてないんでちょっとこのラストに注目ですね。高さんに注目ということですね。わかります、その駒野です。さあ中央に高、小次郎を前線で張っています。デビッソンとマッチアップ、駒野から重です。中央を見るサイド、巻きひか、さあ中央詰めていきます。佐藤優斗から右サイド、梅ちゃん、梅ちゃんのキーパー出ている、かわせるか、中央だ、枠に行っているか、タッチをありました、惜しいプレーがありました、惜しかった。ここまで見てどう？どう？鼓膜が大変だからね。皆さんはどこから来ましたか？FC浦和、はい、はい、まあ浦和からね来てくれました。さあここまで見て誰がうまいですか？本田圭佑選手です。注目してみてくださいね。ありがとうございます。ね、日向小次郎にメッセージお願いします。削りまくってください。やめなさい。ありがとうございます。浦和のみんなでした。また頑張ってくださいね。はい、また頑張りましょう。さあ中央だー、と石川直、オフサイドだー、旗が上がっています。ラインブレイク、もう少しといったところでしたが、さあこの後ねエキシビジョンマッチ盛り上がっておりますが、この後も奥の物産展非常に盛り上がっております。外のねグッズブースも盛り上がっておりますので、ぜひ物産展並びに企業ブースもですねお楽しみいただきたいと思います。試合の後にでもやってますのでお立ち寄りいただきたいと思います。ここで美味しいものたくさん売ってます。さあ抜けていっています。梅ちゃんが追っています。んとボールを失った、巻ひかです。ボールを持って持ち運びます。ここでこぼれる、中津チャンスシュート、ここまで取れない、シュートゴール決まりました。南葛 FC 3点目、赤崎周平のボールです。やりましたね森監督、狙い通りですね。狙い通りが決まりました。南葛3点目です。岩本 GM に伺っちゃいましょうかね。 GM、 ここまで見てどうですか今年のチームは。あの龍が頑張ってますね。龍陽選手がね2回目投入ということですが、今年のチームあのどのあたりを期待しますか。いっぱい点取ってたくさん勝ってほしいです。わかりました、ありがとうございます。今年も昇格に向けて南葛頑張ってまいりますので、ホームゲームぜひ奥戸にもね応援に来ていただきたいと思います皆さん。さあ梅ちゃん右サイド、後半も時計をだいぶ回ってきました。1点石向けるか、メーシーレビが高い、背負ってキープです。南葛川本です。サイドを変えていきます。相澤が奪って、さあ現役選手の意地を見せようというところ。さあ日向小次郎がパスコースを切っていきます。サイド玉城、相澤です。小次郎、相澤のキープ力、小次郎が詰めていきますが剥がしていく。さあなんかチャンスに変えていけるか、
中央大きないいボールが中に入ってきますが、巻き引かな翔平のいいボールが入ります。この辺りはインフルエンサー同士のパス交換、非常に綺麗につながっていたメイア FC です。さあしかしながら3点のビハインド、その辺りを返していけるか。中を見ます。勝負のパスが入るか。大きく蹴り出していきます。背負って中央です。右サイドから中央を見ていいクロスが上がってきそうだ。中央低いボールになった。牧からもう一度外です。クロスが入る。マコジロー魂のプレー、魂のダイビングヒット。ふみさん、いいプレーだったんじゃないですか。いや気持ち入ってますね。これよ、はい、自らちょっとね怪我しに行くぐらいのそんな気合を見せましたけれども、さあチャンスが続きます。明和ファーサイドです。駒野です。ここでボールをストップ。慌てんなという声、巻き引かしっかりとボールを返していきます。そして自らも上がって巻き引か中央で呼んでいます。点を取りに来ている明和、じゃあ那須大輔さん、ね、監督も今ねされてますけれども、どうでしょうこの試合展開。3点ビハインド、シュート。試合展開いかがでしょうか。あの YouTuber の子たち多分すごく動けてるので、はい、まあ、初蹴りに近い子たちたくさんいると思います。今年初蹴るんですけども非常に動きがいいということですよね。動きは良くないですね、まあ、これから上げていくというところ。上げていかないとっていう、はい、玉城です。奪って日向小次郎が追っている。今日1点入れています。川本男で奪って、さあ高野シュート。クロス、ナイスクリアになりました。まだある明和、牧石川奈緒、惜しかった。明和惜しい。奥戸が非常に沸きました。大きなチャンスがあった明和、得点ならずでしたが、今度は南葛相澤得意のロングボール、さあ中に返して見事なシュートが展開から中に折り返す。キーパーが回り込まれている。すごい攻防になっています。非常に激しい攻防になっています。あれ、マキさんが戻ってきちゃいました。マキさん頑張って。さあマキがサイドに張っています。そしてダイレクト、日向、日向おっとおっと、ファウルですかレフィー。どう、髪が取れてますけども大丈夫ですね、大丈夫なんですね。いいところで取りました、日向小次郎。そしてここで選手交代です。牧さんがアウト。そして学 MC さん投入です。さあフリーキック、さあフニーさん、フリーキックのチャンスですけど、あれ本田選手蹴りに行くんですね。もちろん本田でしょ、あの角度本田、うん、だから今日向と揉めるはずだよ今から。壁の位置おかしいですね。あれ南葛壁の位置おかしくないですか。これはもう打たすってことですか。内陣シュート、どちらが打つのか、日向小次郎か本田圭佑か。そして南葛は壁の位置が明らかにおかしい。稲本を中心に壁の位置行くのか。内陣本田圭佑正面をつきました。福西さん、7分言うといて、期待感はあったんですけどね、姿だけは一流ですからね。見上げてくれました。いやでもちょっとな、フリーキックの守備心配だな、なんか今シーズン大丈夫かな。あれちょっと待って、関口さんこっちのベンチに座っちゃってる。あ、そうだ、お友達だからね、大先輩中田浩二さん、じゃないですよ、大先輩です。いや大先輩です。もう顔見れないです。中田浩二さんの関口さん、あと中央チャンス、石川奈緒
大きく沸きましたが、ゴールポストです。やり方、これはあの中田浩二さんとどういったご関係ですか？いやいや、もう高校の大先輩、帝京高校。帝京高校、もう身が引き締まると言いますか。はい、もうボールは手で投げますよ。もう全部転がします。いっぱい持ってないですよ、本当に。何年違うんでしたっけ？6個ぐらいですかね。じゃあもう鉄の上下関係ですよね。雪の日の決勝とか見てますからね、選手権の。見た見た見た、ね、はい、もうあれ見て帝京行こうって決めましたから。そう、そのあたりいかがですか？絶対嘘ですからね、こういうのができるようになったんですよ、セキュリティ。大人になったってこと。記憶を温めていただきたいと思います。明和市ベンチからお送りしました。さあ、その明和がチャンスを迎えています。右サイドから石川直、中央、左足カットイン、入ってくる梅ちゃん、収まらない、収まらない。少年たちからため息が漏れます。梅ちゃん頑張って。稲本です。さあ、龍が高い位置を取っている稲本です。さあ、小次郎だ。小次郎がボールを持って上がる。小次郎がボールを要求している。石川が右に上がっていく。いいクロスが入ってくれば大きなチャンスになりそうだ。低いボール、小次郎が走り込んでいた。いや、小次郎合わせに行っていたんですが、さあ、牧彦、中央に入っていく高がスルー、学園 MC です。狙っている、シュート。明和のシュートがボールマウスを捉えることができません。さあ、残り1分だそうです。7分じゃないです。よく聞こえてるな、あの人。さあ、残り1分になりました。一矢報いたい明和、そして追加点、シーズンのためにもここでもう1点ぶち込んでいきたい南葛。そして日向に渡りました。さあ、日向だ。日向、日向、日向のトライ、シュート。何かクレームを言っています。何かクレームを。意外と日向が人気あります。さあ、福井さん、これラストのチャンスと言っていいぐらいじゃないかと思いますけど、いかがですか？もう取りに行ってよ、取りに行って、全員上がっていけぐらいのシーンですか？1点取らないとね、サッカーはね、盛り上げたいですもんね。さあ、コーナーキックのチャンスに変わります。ちゃんと稲本がってちゃんとしてくれ。本当だ。シュート、決まった。ボール、牧彦だ。棒立ちの南葛ディフェンスの脇を見事なダイレクトボレーです。ここで試合終了。一矢報いた明和FC、見事なボレーシュート。しかし、勝ったのは3対1南葛FCが勝利しました。マキヒカ、すごかったですね、奥西さん。やっとやってくれましたね。さすがスターですね。盛り上げてくれました。さて、後ほど、お話も聞いてまいりましょう。エキシビジョンマッチ、見事3対1勝ったのは南葛FC、シーズンに向けて弾みをつけました。さあ、会場の皆様に今両チームによる挨拶、素晴らしいプレーを年始から見せてください。大きな拍手をお願いします。さあ、今年も J リーグ入りに向けて、まずは JFL への扉を叩いてまいります。関東一部戦います南葛 FC、 このホームグラウンドでシーズン戦ってまいります。ぜひシーズン中も応援の方よろしくお願いいたします。そしてこの後アンダー12の表彰式並びにですね、物産展もまだまだ続いておりますので、ぜひ試合後にはですね、地方の美味しいもの、南葛 FC ゆかりの地の物産展でお楽しみいただきたいと思っております。キャプテン翼カップ葛飾2023、まだまだ続きます。外の企業ブースもお楽しみいただきたいと思います。マキカさん、マキカさん、最後素晴らしいゴールが決まりましたけど、いや、シュートないです。まあ、そうですね。でもこんなもんで満足しててはダメだと思うんで、僕たちが目指してるのはワールドカップ優勝なんで、こんなもんで満足しててはダメです。とりあえず出た選手は休んで、次の相手どこ、もう次の相手どこ、クロアチア
とかじゃない。頑張ってください。もう僕はメッシに注目してますから。めちゃめちゃはしゃいでるじゃない。めっちゃ嬉しかった。ほんまに嬉しかった。マイケルさん、ナイスゴールでした。さすが盛り上げてくれました。マギゲさんに大きな拍手お願いします。ありがとうございます。そしてこちら、小次郎ちょっと来て。小次郎お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか。残念ながら来週シュート炸裂しなかったですけど。あれはそうですね、やっぱりヒューガとホンダの共演でね、フリーキックで、たくさんの子供たちがフリーキック蹴りたいってね、思ってくればいいと思います。ありがとうございます、はい、でもすごいレジェンドの皆さんも、あ、うまいって言ってましたよ、ベンチで。あ、こっぱずかしいです。マジでサッカーの実力あるんですね。はい、芸人やりながらサッカーやってるんで覚えてください。サッカー盛り上げてください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ写真撮影、はい、お願いいたします。さあ写真撮影が行われております。ちびっこのみんなもこの機会に撮っちゃってくださいね。いや、今日今年も行われました南葛祭名和レジェンドマッチ、皆さんお忙しい中お集まりいただきました。本当にありがとうございました。サリセムの皆さんお疲れ様でした。いや、すごいいいパスがね、皆さんつながってましたね。あ、よかったですね。もうボコボコにされたんで。でもパスワーク本当にホレホレいたしましたよ。やっぱまあ普段一緒にやってるんで、そこは出してよかったですけど、なかなか結果につながらず。私も YouTube 見てます。よろしくお願いします。面白いチャンネル見せてください。ありがとうございます。翔平さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、この後アンダー12の表彰式並びに、商品の授与式ございます。そしてゆかりのチップス産展もまだ続いておりますので、ぜひそちらもね、ご参加いただきたいと思います。高橋先生、見事におめでとうございます。今年の初戦3点を取りまして勝利ということですが、この筋書きは高橋先生いかがでしょうか。はい、ナイスゲームで楽しめました。今年のチームどの辺に期待を持ちましたか。そうですね、3点取れたんで、それぐらい毎試合取れるように頑張ってほしい。期待したいですね、昇格に向けて。高橋先生からじゃあ一つメッセージをお願いします、チャンネルご覧の皆さんに。はい、今シーズン上上がれるように頑張りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。そして、葛飾2023カテンバサカップも、ね、非常に盛り上がりました。ゆうさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。イベントもね、サッカー教室も含め盛り上げてくれましたけども、振り返っていかがですか。いや、楽しい一日だったと思います。はい、長手新ファンもね、いっぱい増えてるといいですよね、今日もね。はい、まあ、自分たちの努力で良くなっていくのは確実だと思うんで、はい、今年一年また頑張りたいシーズン期待してます。長谷川優先、ありがとうございました。じゃあちょっとね、フォアラーの方にも来てるんですが、相澤選手、いや、やっぱりいい動き見せてくれましたね。ありがとうございます。切れてましたね、今日もロングボールが。めちゃめちゃ疲れました。もう、あれでしょ、動き始めってことでしょ、今年のね。そうですね。ですから、ちょっとやっぱり中心選手として、今年もレギュラー取ってやっていただきたいですね。頑張ります。じゃあ、メッセージ一言お願いします。葛飾一緒に盛り上げましょう。ありがとうございました。噛んでない。よろしくお願いします。相澤選手の話を伺いました。ありがとうございました。川本さん、さあ得点を取ってくれました川本亜希選手、お疲れした。選手に振り返っていただけますか。外したと思いましたけど、見事でしたけども、はい、今年初ゴールということになりましたけど、このお正月のね、レジェンドマッチの地でという、そのあたりはいかがですか。よかったです。こう色気に磨きをかけて、人気面でも今年はね、頑張っていただきたいです。頑張ります。ありがとうございます。ナイスゴールでした。今年もよろしくお願いいたします。デビー大丈夫ね、怪我してないね。ノーインジュリーね、大丈夫ね。デビー今年は頑張ってくれますか。頑張ります。デビがお正月に日本にいるのはやっぱ嬉しいですよね。primera vez aquí en la Cachoeira, así que muy feliz y muy apreciado y está pasando muy bien aquí. キャプテン翼カップ参加できてすごく嬉しいです。やっぱりデビがいないと南葛は始まらないんで、今シーズンもよろしくね。
だよ。じゃあ、そこから下の飛びでいきます。目標を達成できるように、自分の最大限の力を出します。よろしくお願いします。ありがとうございます。長で通訳もありがとうございます。今年もよろしくお願いします、エビ。ありがとうございます。鉄壁の守りを見せてくれました。さあ、レジェンドマッチ、そのね、勝負が終わりましたということになりましたが、選手がね、その会話続いております。森監督にカメラさんが今寄ったから、もし話聞くしかないですよね。いや、すべて狙い通りだったってコメント、はい、3対1、今年1勝目を挙げました。はい、幸先いいスタートが切れてよかったです。はい、今年はあのまた新加入選手なんかも加えてチームも動き出すというところですが、どういう滑り出しを見せていこうという練習面はどうですか。まあ、あのみんなオフ開けて、まあ、今日久しぶりに、集まってサッカーがやれたので、またあの明後日からあのスタートするんですけど、みんなのコンディションを見ながら、あのしっかりと1年みんなで乗り切れるように、で目標達成できるようにやっていきたいと思います。監督の、ね、熱いツイッターもいつも見てますんで、励まされてますんで、今年も期待してますんで頑張ります。監督自身もいっぱい発信してお願いします。はい、頑張ります。ありがとうございます。森監督にお話を伺いました。おめでとうございました。ありがとうございます。